さあ、それでは本日も始まりましたファイプロ実況の時間でございます。今回からこの実況を入れながらやるという形にしてみました。どう出るか分かりませんが、やってみたいと思います。それでは、準決勝ですね。バラ戦葉っぱデスマッチ、マンモス鈴木対忍び選手の試合を開始したいと思います。これトーナメントの場合は、ダメージが多分残ると思うんですね。試合、開始から10分で、爆破しますが、はい、どこまで10分まで持つかどうかですね。いきなりバックドロップが今日の忍び選手、黒い衣装が忍び選手ですね。でかい方がマンモス鈴木選手と、幻の選手と呼ばれた選手ですね。このルールでいくと忍び選手は空中殺法が使いにくいので苦しいですが、まあ、それでもここまで勝ち上がってます。ちなみに忍び選手は、IBO、私ども、架空団体ファイプロ架空団体の、WMW の、ノーマルマッチのチャンピオンですからね。さあ早くも、ロープに投げて打たれたマンモス鈴木が被弾しました。ただ出血はしておりません。マンモス鈴木としては、ロープに投げることよりも固め技、スタミナをどんどん奪っていく技で、勝ちたいところでしょうが、なかなか相手の足が速くて捕まえられません。一方忍び選手は打撃と、こういう技で相手にダメージを与えたいところです。ただ試合時間がどんどん進んでいくとなるとどうでしょうか。さあ、ダブル2ロープを2発の時にあっとここで投げられて被弾しました。忍びも被弾しましたが、どうやら流血はまだのようです。試合時間は3分が過ぎました。ギブアップのコールが2回入りましたが、まだ大丈夫そうですね。さあ忍び選手としては真ん中に寄せて、細かい打撃を与えていく。しかしここで鈴木が返すが、忍びも返す。一進一退というところでしょうか。あっと当たらないと噂の、毒キルを吐きますが、これも返されてしまいます。さあこの忍びの、大釜攻撃でも流血をしない、流血してた方が多少はやっぱり、有利でしょうが、まだ今のところなし。打撃では鈴木の方が一歩有利。まもなく試合時間の方が5分になりますが、まだどちらが有利という感じでもないですね。さあ忍びとしては、さあっとここで被弾したマンモス鈴木が流血しました。しかし、まだ試合時間は5分あります。こういう技ですね。マンモス鈴木はこういう技に入ってくると力強い締め技があります。他にも、コブラツイストや、あっと出ました、変形式のツームストーンパイルドライバー、これはかなり効いたんじゃないでしょうか。チョップで倒してなんとか、これあっとキック一発で倒れるようになってしまった。さあ試合時間は6分、カウント入った 2.9。 さあ爆破までいかずに鈴木としてはここでもう勝負を決めてしまったい。さあマンジが出ました。おっとこれはギブアップを取れるか。まだなんとか耐えている。忍びとしてはここをなんとかしのいで、せめて爆破まで持っていって勝負をなんとか委ねたい。ただしかしこれだけ体力が削られてくると爆破とともに KO という終わりもあります。さあ出ました、ここでスタミナ不足です。マンモス鈴木は攻撃力はかなり高いのですが、サイズが G にしているはずですのでスタミナ不足がかなり起こります。ここをどう攻め切ることができるか。忍びとしてはここで10分まで勝負を決めるときついかもしれない。さあ決まったが、まだこれは決定打とはならない。コツコツ削るしかない。さあ忍びは必殺技があります。あっとこのロープに投げたのは、さあカウント入る、まだ2ですね。これは厳しい。さあこれにちょっと熱がこもってきました。さあ腕を取って顔面を蹴り上げていくが、さあバックを取ってどうする、コブラクラッチ
ミハイルがこれではまだちょっときついでしょう。大きな体を畳んだが、まだ朝残り時間は1分、間もなく試合時間は9分になりました。コブラツイスト、あ、ここで決まってしまった。やはり、鈴木の方が、まあ、もう鈴木の方が強かったということですね。試合時間は8分54秒、試合評価、43%、マンモス鈴木が勝ち上がりました。これでマンモス鈴木は決勝進出です。ではまた。